皆さん、こんにちは。今回は体操選手の宮田笙子選手に関する最近の出来事と交際情報について詳しくお話ししていきたいと思います。宮田笙子選手といえば、19歳の若さで日本女子体操界のエースとして注目を集めていました。しかし先日、突如として五輪代表を辞退するという衝撃的なニュースが飛び込んできました。その理由が未成年での喫煙と飲酒だったのです。この出来事はスポーツ界に大きな波紋を呼び、様々な議論を巻き起こしています。まず宮田選手の今回の騒動について詳しく見ていきます。日本では20歳未満の喫煙飲酒は法律で禁止されています。さらに日本体操協会の行動規範では、20歳以上であっても代表活動中の喫煙と飲酒は原則として禁じられています。つまり宮田選手は法律だけでなく代表のルールにも違反してしまったことになります。このニュースを受けて SNS などでは様々な意見が飛び交いました。法律やルールを破ったのだから五輪自体は当然の結果だという厳しい意見がある一方で、19歳の若さでプレッシャーに耐えられなかったのではないかという同情的な声もありました。ここで各スポーツ新聞の記者たちの見解を見てみましょう。スポーツ日本の藤山健二編集委員は非常に厳しい見方をしています。彼は今回の宮田の五輪代表辞退は当然であり、同情の余地は全くないと断言しています。さらに代表チームの主将でありながら、なぜ公然とルールを破るような行動を取ったのか、そしてなぜ事前に周囲が指導できなかったのか、その本質的な部分を解明することが重要だと指摘しています。一方、サンケイスポーツの高橋朝香記者は宮田選手が背負っていた重圧にも言及しています。19歳という若さで日本女子体操界のエースという重圧は想像以上に大きく、責任感が強い宮田選手にとっては耐えきれないものだったのではないかと推測しています。ただし、それでもルールを破って良い理由にはならないとしています。デイリースポーツの田中亜美記者は宮田選手の苦悩をより具体的に描いています。宮田選手はたびたび苦しそうな様子を見せていたといいます。特に2023年4月の全日本個人総合選手権では右かかとの疲労骨折を抱えながら出場していました。その際、宮田選手は多くの人から代表に絶対入らないといけないと言葉があって、プレッシャーになっている部分があった、そこが辛いと涙ながらに訴えたそうです。この話を聞くと、若いアスリートたちが背負っている重圧の大きさが伝わってきますね。ここで前回の東京オリンピックで注目された選手の声について触れておきましょう。東京オリンピックでは人種差別、ジェンダー平等、メンタルヘルスなど社会的な問題について選手たちが声を上げ始めました。特にメンタルヘルスについては多くの選手が口にしていました。例えば体操女子の米国代表シモーン・バイルス選手は団体総合決勝で途中棄権しました。その理由がメンタルヘルスだったのです。16年リオデジャネイロ五輪で4冠を達成したスター選手であっても精神的な問題に直面することがあるのです。スケートボード男子ストリートのナイジャ・ヒューストン選手も SNS で、私も人間だ、重圧や期待と戦うのは簡単ではない、負けたらホテルで酒を一気飲みすることもある、メンタルヘルスは大事だと投稿しています。女子マウンテンバイクのリオ五輪金メダリストジェニー・リスベドス選手はリオ五輪後に重圧から鬱や摂食障害になり、一時競技を離れたこともあったそうです。これらの例を見ると、オリンピック選手たちが抱える精神的な負担の大きさが伝わってきますね。ではこの問題に対して何か有効な対策はあるのでしょうか。東京大会では選手たちを少しでも重圧から解放しようと、メダル数の目標を出すのを取りやめる国も出てきました。例えばオーストラリアは東京大会でメダルの目標数を掲げることを取りやめました。幹部は余計な重荷を増やしたくなかった、目標数がなかろうとアスリートはみんな勝利を目指すものだと説明しています。一方、日本は金メダル30個を目標に設定していました。日本オリンピック委員会 JOC と日本体操協会がそれぞれ定めている規定には、代表としての自覚や
模範になるようにといった文言が含まれています。宮田選手自身も今年4月の全日本個人総合選手権や5月の NHK 杯でエースにふさわしい演技をと繰り返し言っていたそうです。ここで考えたいのは、私たち観客や社会がオリンピック選手に求めているものは何かということです。完璧で潔癖な選手像を求めすぎていないでしょうか。感動をありがとうという私たちの欲望が選手たちに過度の重圧をかけているのかもしれません。メディアが当て込んでいる五輪報道の美談と選手たちの実際の姿にはギャップがあるのではないでしょうか。前回の東京大会で五輪選手が声を上げる姿が注目されたからこそ、もう選手に対しての超人扱いや模範になる姿を求めることはやめ、同じ人間として見る必要があるのではないでしょうか。宮田選手が再起してまた演技を見せてくれたら、むしろそちらの方が今の社会に合う等身大の模範になるのではないでしょうか。最後に宮田笙子選手のプライベートな面にも少し触れてみましょう。宮田選手の彼氏について調べてみましたが、宮田選手のプライベートはあまり公開されておらず、週刊誌などにスクープされた情報もないようです。宮田選手は昔から可愛いと評判で、男性からモテていた可能性は高そうです。公表されていないだけで彼氏がいるのかもしれません。ですが現在のところ彼氏がいるという情報は見つかりませんでしたが、今回の飲酒喫煙で彼氏の影響ではないかとの声が多く聞かれます。 SNS では、しかしどういう経緯でタバコなんて吸い始めたんだろうね、やっぱ男かな、宮田笙子選手は年上の彼氏がいるのか、彼氏がタバコや酒を買って彼女に渡していたのかも、有名選手だし自分で買いに行くってことしないはずだよね、と年上彼氏の存在が影響してあると推測されています。宮田選手の好みのタイプについて過去のインタビューを見てみると興味深い情報がありました。宮田選手は自身のことをわがままで甘えん坊だと語っています。強いし勝ちたいという気持ちもあるけど、すごく気分にムラがあるとも言っています。このことからも包容力のある年上の男性が好みなのではないかと推測されています。また宮田選手はお兄さんと仲がとても良いそうです。インスタグラムにはお兄さんが宮田選手のヘアセットをしたという投稿もありました。お兄さんのような優しい男性が理想のタイプなのかもしれませんね。このように好きなタイプからも年上男性だということが推測されます。ですが今のところ彼氏の情報は出ていないので、もし彼氏がいるのであればこれから明らかになるのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。今回は体操選手の宮田笙子選手に関する最近の出来事と交際情報についてご紹介してきました。これからの新たな情報と騒動後の宮田笙子選手に注目しておきましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。